どうもこんにちは、イです。今日、サブ一発目のテーマは、服好きに友達いないんじゃなくて、友達少ないから服を好きになる件について。うーん、まあ、確かにね、友達少ない人の方が、こう、まあ自分のね、その、なんていうの、好きなものに時間やお金とかを使えるから、よりこう突き詰める人が多いっていうのは、まあわかるけど、なんかもっとスタートの部分で言うと、まあなんかある程度、友達がいた方が、 服を好きになるきっかけはあるのかなと思ってて、まあなんだろ、イメージとしてはさ、例えば高校生とか大学生とか、そんなタイミングで、周りにいつも遊んでる友達とかさ、そういう人たち、まあ別に同じこう、クラスメイトとか、まあゼミの友達とか知り合いとかでもいいけど、そういうとにかく自分の周りにいる人たちが、 なんか、例えば、髪の毛カッコつけ出したり、いい美容室行き出したとか、いい財布持ってる、なんかおしゃれなバックパック持ってる、ちょっと私服かっこいい、なんならちょっと女子と遊び出してるとかさ、モテ始めた、彼女できたとか、なんかそういうこう、ちょっとずつ、なんだろう、まあ大人というかさ、そういうのになっていくのを見て、自分も、なんか、やっぱそれくらいになりたいなとか、あの人かっこいい、あいつかっこいいな、何々ちゃんかわいいから付き合いたいなとかさ、 なんか、そういうところから、みなり気にし始めて、その延長線上で服好きになってっていうパターンが、僕は多いと思う僕もそうだったから、高校3年生のタイミングで、まあ、サッカーが終わって、まあ、ふと、なんかこう、学校の人たちとかとね、遊ぶようになったら、思ったよりも服こだわってるやつがもいたり、なんだろう、こう、なんか、いざこう、一緒に遊んでた女子のクラスメートとかも、なんか、思ったよりも大人びてて、 俺なんかサッカーしかやってねえからなんかが緊張だなみたいな、<laughs> そういうのとかもあったりとか、で、服に興味を持ち始めたっていうのがあったから、なんか、そのスタートの入りの部分っていうのは、ある程度周りに人がいた方が、そういう影響は受けんのかなっていうのは思ったり。だからこの方の言う、そのタイミングっていうのは結構ある程度、まあ、服もそこそこ好きになったぐらいのタイミングでだったら確かに、たくさん友達がいると、服買うお金とかってよりも、 周りと飲んだりとか、ね、そういうのが楽しいから、まあ服、まあなんとなくでいいやっていう、まあ好きは好きだけど、まあそれなりでいいやって人が多分多いと思うけど、まあ逆にそこで友達が少ないと飲む機会も少ないし、遊んだりとか夜遊びにお金も使わないから、じゃあもっと自分のファッション突き詰めようみたいな人たちが多くなるから、まあスタートで考えるか、中間ぐらいのタイミングで考えるかで、あのこういう意見も出てくるのかなっていうのは、 思ったね。最初は友達が、まあ多い必要はないけど、ある程度周りにいた人たちから影響を受けるっていうのがあるから、友達がある程度いる人の方が、服好きになる可能性っていうのは高いと。でも、中盤ぐらいのタイミングになってくると、まあ確かに突き詰めるって考えると、周りにあんまりこう友達とかがいない方が、まあ、突き詰められるからっていうところなのかなっていうのは。 思いましたね。はい。そんなとこ。次。次が、ヤフオクで大量にシェーヌダンクル等のジュエリーを出品してる人でどうなってるんでしょうかシーレッを過去偽物、また本物だとして、それらを買うことについてどう思いますかうん、これはこの方が買おうとしてるってことなのかなどうなんだろうまあ、おそらく出品してる人のほとんどは業者じゃない。まあ、個人でやってたりもするし、会社ね、買取の業者とか、買取の会社が、まあ、個人アカウント使って売ってたりとか、まあ、裏のオークションでああいうのって流したりとか、まあ、 もちろん買い取り業者って、そのまま買って、店舗があるところとかは自分の店舗で売るんだけど、まあ、店舗がない買い取り業者とかは、あの、まあ、裏でそのまま業者間のオークションとかに流してとかっていうことをやったりしてるので、まあ、そういうのとかで仕入れた人たちとかが売ってたりとか、なんかこう独自のね、あの、なんかルート持ってたりとか、ま、いろいろあるとは思うんだけど、まあ、業者だと思いますが、 うんまあ、買うことについてで言うと、別に僕、あの、普段だったら何とも思わないよ。別に周りの人が、自分の友達とかが、シェールダンクリヤフオクで買ったわ、とか言ってもあ,あそうなんだ、いいじゃん、みたいな感じだけど、まあこうやってあえて聞かれてるんで答えると、まあなんかそのリスクもあって、本物か偽物かもちょっとわからない。で、えまあなんなら、 なんていうかな。不安もあるわけでしょ自分の中で買った時に。これ大丈夫なんかなみたいな。本物かな偽物かなみたいな。その不安を抱えても、ある程度の値段出すってことでしょそれで満足できんのかっていうのは、僕はまあ正直思うところはありますね。うん。なんか、だったら少し高くても、そういう、なんかあるじゃん。よくヴィンテージの、あの、なんか、やってるじゃん。イベントとかさ。まあ、そういうの専門で扱ってるお店とかあるでしょだからそういうとこにちゃんと行って。 で、店舗で見て、ちょっと高いかもしれないけど、まあ、間違いなく安心感で買うっていう。まあ、もちろんエルメスでね、あの、入荷待ち、予約待ちをして買うっていうのが一番素晴らしいことだと思うんだけど、まあ、それ結構時間かかるし難しいから、だったらそういうなんか、まあ、エルメスを専門で扱ってる二次流通のお店だったりとか、まあ、そういうヴィンテージとかでやってるようなお店とかに行って、まあ、ちゃんと買うっていうのが、まあ、一番なんか満足感もあると思うから、僕だったらそっちかなっていうのは、思う。うん。 まあ、服とちょっと違うじゃん。ジュエリーとかってね。やっぱね。そう。しかも、まあ、ああいうこう、シルバーとか、ちゃんとしたジュエリーのっていうのは、うん、まあ、なんかそういうところで買うのはリスクというか、まあ、いろいろあるなっていうのは僕は思いますね。うん、そんな感じ。はい。次。えー、っと、いくら気に入って購入したアイテムでも、好きなブランドのものでないと、2回と傷に手放してしまいます。病気でしょうか。あいくら気に入ったアイテムでも、好きなブランドのものじゃないと、 すぐに手放しちゃう。うーん。それなん、なんでなんだろう。だって、一回で飽きるってことはないじゃん。普通に考えて。そう、だから、まあしかもいろんなスタイリングのバリエーションをまだ試してない段階でしょ一回ってことは。それでっていうのは、まあ要はそのブランドを身につけたいみたいな思いが強いっていうことなのかな。だったらもう好きなブランドだけで買い物をしてれば、 いいんじゃないのって僕は思いました。けども、それが分かってる。自分が、病気かどうかは分かんないけど、その、もうそれクラスに、もう他のブランドとかだと、いくら頑張ってこう自分で買っても、なんかいいと思わずに売っちゃったりとかするんであれば、それまあ、まあもちろん一回ね、手にすること、自分のものにすることっていうのは、まあ悪くないことだけど、まあ、要はマイナスな出来事でしかないじゃないですか。しかも、それをこういろいろスタイリング考えて突き詰めるわけでもなく、たった一回で、 二回も傷つてそういうことでしょ一回で売っちゃったりするってことでしょそう、だったら好きなブランドでだけで好きな服買ってればいいんじゃないのって僕は純粋に思いましたけど、もう解決策が見えてるというか、これがさ、好きなブランドとか関係なく、とにかく自分が買ったものをもう一回二回で飽きちゃうんですよ。だったら、どうしようなってうのは思うけど、もう好きなブランドのものだったら飽きないっていうのが分かってるんだったら、もうそっちでいいんじゃないのっていうのは、まあ、思いました。けどね。これなぜ飽きるんだろう飽きるというか、売っちゃうんだろうね。ちょっとそれが気になりますね。はい。 次。次、ちょっと最後にしますね。長いので質問あの、画面上割愛しますが、全文読みます。40代男性 177cm65kg で、18歳からファッションに親しみ続けてきました。徐々に購入するブランドも高価になり、二次流通に関しても自然と詳しくなりました。結果、年齢のせいもあるのか、ファッションに資産性も求めるようになりました。 K さんはファッションとその資産性についてどうお考えですか長文失礼しました。ああ、なるほどね。まあ、そうだな。まあでもやっぱ大人になってさ、自分の熱量とかもちょっと落ち着いて、まあ要はそのシーズンのね、シーズナルなアイテムをすごいこう、いろいろなやってるようなやつを買うってうよりかは割とこう、ベーシックなものとか、ちょっとこう、本物思考的なね、感じになってくると、 まあ、うん、資産性とかを考えるっていうのも、まあね、ありな流れだとは思うので、まあそれもファッションの一つ、楽しみ方なのかなっていうのは思う。ただ、ネックなポイントで言うと、やっぱまあ二次流通で売れるアイテムとかっていうか、例えばブランドとかって、まあある程度決まってるじゃないですか。だから、本当にそれって好きな服着れてんのっていうのは、まあちょっと、 と思うところはある。例えば逆に言うとその40代である程度まあ余裕もあっていろんなブランドもね、こうかなって言ってるからまあいいブランドも買えるようなぐらいのパワーがあって。なのに資産性を考えてその制限ある中で服を買うっていうのは逆にもったいなくって。いやだったらもう自由自在に買えばよくないそんなにある程度余裕もあるんだったら。 その資産がどうとかっていう考えずに好きな服買った方がいいんじゃないのって思う部分も僕にはあるんですけど。まあでも、ファッションの楽しみ方としてはありなんかな。ただそのネックはそこですね。ちょっと範囲が狭まるというか、やっぱ人気なブランドってある程度限られてるので、そこはちょっともったいないところでもあり、まあ40代ぐらいとか大人になってくるとそうなってくるのかなって思うところもあるから、まあ半々なところですけど。 まあそんなところかな。まあ現状僕は、僕はね、資産性は一切求めてないです。はい。その、僕が服を買う基準に売れるからとかっていうことはもう1ミリも今まで人生で入ってきたことがないいいので、そうな僕はないんですけど、まあそういう考え方もありかなっていうのは思いますね。はい。じゃあこんなところで以上にします。皆さんありがとうございました。バイバイ。